こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今日はですね、ハイハットがうまくこう踏めませんということで、ハイハットの音量が大きくなりすぎちゃうんじゃないかという心配とか、そういったご質問がありましたのでお答えしますね。ロックの場合はリズムをバスドラとスネアで作るわけじゃないですか。なので、パソラとスネアでアップダウンするわけですが、ジャズはこれをやめて、これがスネアの代わりで、これがまあ要はそのリズムをで、表のビートとかはもうほぼほぼ、まあ軽く踏んだりはしてますけど、まあ基本踏まなくても成立して、こう要は表の音はベースが担当してて、なのでこれって意外とみんなちっちゃく踏むんですけど、ものすごく大きく、一番大きくてもいいと思ってるので、そうするとハイハットは結構こうスピードがいるので、こうやって踏みます。イメージ的にはずっとこうハイハットを押さえておいて、でこう、なんていうんですかね、タダタダタタってクリボがやってきて、ギリギリまで引き寄せて、それで踏み潰すイメージ。だから足で蹴り上げて瞬間で踏むって感じですね。で、ジャズの場合はこれ開けるのがここ、だいたい指2本から3本って言われてますが、これロック系の人ってこれぐらいの人多いんですよね。だって踏むことほぼないんです。でもこれだったらどんなに振りかぶって踏んでもこれぐらいのしか音量がしか出ないから、やっぱり最低これぐらい開けとかないと。この2音を聞いてみんなリズムを合わせてくるので、やっぱり2音がひっくり返ったりとかすると、やっぱりこうみんなこう慌てるので、それがやっぱり基準になるので、ハイハットが一番響いてなきゃいけないんですね。だから普通のバスドラのヒールアップとすごく似てて、こうやって踏みます。で、バラードとかの場合は、僕はやっぱりこう、これは結構オープンのとこ開けといて、ギリギリ、同じギリギリに引き込んで踏み潰すイメージ。でもこの方がマイルドで、でもシャープな音をするためにはここのスピードはいる。で、これはバラードのショーでもまたお話ししますけど、昔だからバラードやってる時、一生懸命手でこうね、そうするとこうものすごい忙しくなる。これは師匠の大阪さんに教えてもらいましたけど、基本はバラードっていうのはバスラとこれの8ビートみたいな、これでリズム作っちゃえば、あとは合間を埋めてるだけだよ。やめちゃっても、間を埋めても、自由に演奏できるから、こっちでビートを作ってて、ここでビートを作らないようにしようっていう話をされ、すごく気が楽になって、実際バラードもうまくなったと思います。なのでハイハットっていうのはかなりリズム的にはジャズの場合は中心で使うので、この速度が大事です。で、あとはまあこれも他の教材でもご説明するんですけど、スプラッシュっていうのが、要はかかとでこう固定しといて、つま先でこう、だからまあみたいに使ったり、これスプラッシュ奏法と言います。で、あとはまあロック系の中でも使う、これはつま先で踏んで、かかとで蹴ったら開けすぎちゃうとこうなるので、ちょっと閉じてキープしたいので、が大事ですね。あとはハイハットっていうのは構造が非常に簡単で、こういうふうに作られてるね。これ乗せてあって、で、どんなに安いやつでもついてますが、ここにこう、これね、ネジがついてるんですね。これもすごい簡単な構造で、ネジを巻くとネジが上がってきて、こうね、こう上がってきて、これを傾けるわけですよ。で、シンバルとか奏者とか見てると分かるんですけど、こうやってやる、まっすぐやるとバフってなっちゃうんで、ちょっとこう
こう斜めから狙うんですね。これをここで作りたいと。だからこれを斜めにしておくと。でこういうのね。しておくと音の抜けが良くなるので、でこれ上げるとこう斜めになってる状況。ロックでもそうですけど、上に上げとくとここの接点が近くなるので、だから上げといた方がロックとかも楽ですね。結構開いたところでもオープンが使えるし、オープンの音色がいろいろ使えるので、これは結構斜めにしといた方がいいですね。あと皆さんがあんまりよく知らないここのクラッチの構造なんですけど、これはねこういう風になってて、ここに2枚あって、これで上をここでギュッて締めることでこの位置で固定する。でこういう風にする。なんでこういう風になってるかっていうと、要は上にしておくとゆるゆるにできるわけですよ。ここが締め付けすぎないようにしてるわけね。要はここはこのネジの状態である一定のところで止まっちゃうんで、こうねこうやってやると、こうやると今結構ぎゅうぎゅうに締まった状態なんですが、上を緩めてもっと上に持ってきてやると、このぐらいだとね、ほらここが空間が空くぐらいゆるゆるになるんですよ。でトニー・ウィリアムスなんかそうなんですけど、あの人は四分音符でフェザリングをしたりするので、ライブを見てるとですね、このシンバルがこうやって言う、これね、私お師匠さんいっぱいいます、斉藤潤さんに教えてもらったんですけど、ここ緩くしといて、あれどうやってやるんですかって言って、このワンワンなってるのあれどうやってやるんですかって言ったら、いや別に難しくなくて、上をゆるゆるにしておいて、ここの斜めの角度しっかりつけておいて、で踏んで押し付けなければ、すぐできますというお話でございました。これね、だからここ緩めておいた方が上の締め付けが少ない分、こうルーズな感じが表現できますよということですね。で、まあ、あとはもう、説明しなかったですけど、これをこの棒にクリップで止めてるだけなんですよ、構造的にはね。はい、なので、昔フィリー・ジョー・ジョーンズが曲の一番最後でこれを外してボンって投げたっていうのがありましたけど、まあそういう使い方もあるのかなと。まああとここ普通に叩いたり、こっちこっち叩いたり、バディリズムをよく言うんですが、その手でやるより足だけでやるよりはこっちのが細かいこう開け閉めがミュートもかけれるし、で こっちでこの手叩いたりね、あとまあこっち叩いたりとかしますね。まああとはこう前に3ストロークで、ね、こういうの松尾家のこういうのもあるし、なんかこういうのもありますね。僕この辺よくわからないんで、多分他のビデオでやってると思うんです。アクロバット的なやつはちょっとそちらで見ていただければいいかなと思います。というわけでハイハットは、まあ皆さんが思ってる以上には音量が、これがずっと聞こえてこなきゃいけないので、意外とブラシをやってる時もしっかり踏んでます、ね、だからルイス・ナッシュは、ハイハットが比較的シャープにすっごいちっちゃめに踏む人だったんですけど、エルヴィンがジャズフェスの時にお前ハイハットもっとちゃんと踏まなきゃダメだぞって言ったらしいですけど、本当かどうか定かではないですが、まあエルヴィンそうでギチッっていうぐらい踏みます、トミフラのオーバーシーズとか聞いてると、もうハイハットがギシギシ言ってるっていう風な感じがすると思うので、ハイハットは結構ピアノトリオでブラシでやってる時もかなりガチガチに踏みます。その方がバンド締まるので、これどんだけ踏んだってスニアのバンには勝てないですから、だから思いっきり踏んで、それでこうしっかりビートを作っていくっていうのが、ハイハットの踏み方ですね。大事なのはこうやってしょぼく踏まずに、こうギリギリに引き寄せてスピードで踏む、このこっちでもこう踏み潰すようなイメージですね。
これを忘れなければいいかなと思います。以上でございました。ありがとうございました。